こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のリコです。スーパークラブ育成シミュレーション旅とリターンをお送りしたいと思います。2位、キャピタル東京。今日もちろん今日もです。うわ、こんなに疲れてんだ。これは厳しい。ないけどな。やむれません。これあったら使ってみるか。あと彩香も疲れてますね。これ節子を入れればいいでしょう。ということで非常に、なんでだろう、こんなスタミナやばいんだ。やっぱり連投がちょっと何なんだろう。厳しい戦いになりそうです。上回ってはいますけど、相手はホームってどうなの。さあ、ファンの前で良い試合を見せてほしい。いっぱいのスタンド詰めかけています。もう勝つしかないでしょうこれ、とは言うものの、まあ正直厳しいかな。今後ですからね、キャピタル東京は。ちょっと全盛期ほどじゃないけど、それでもやっぱり、1位には争う。そうですか。うわぁ、バンキャーいた試合は負ける。クラブ。鍋が、今。溜まっております。じっくり煮込みます。音が鳴ります。さあ、そうこうしてる間に、いいですね。残す時だ。見よう、ユウナ。なんかリバーズ先制です。ちょっとマロクがもう疲れてますね。いや、まだ36分です。ちょっともうちょっと使いましょうと言いたいところですが、他の選手がかばって、ちょっと他の選手も疲れるから。点差にすればセーフティーリードだが、どうだ。さあ、アディショナルタイム1分、もうほとんどチャンスがない。出ましたね、試合前半終了です。うわ、みんな疲れてる。みんな変えるしかないです。センターみんな中段を変えます。あんまりピンチらしいピンチがなかったので、ディフェンダーまだ元気ですね。ヤンも窓から変えます。フォワードはこのままでいいですよ。フォワードはそんなに疲れてても影響ない。一気に変えて押し切ります。
31号の、あのリードですからね。危ない危ない、びっくりした。キャンデーローです。これはちょっとキャンデーローの身長にいかにはなりますが、2回同じ試合であったら彼はあれはイエローじゃなくて退場じゃなかったので久しぶりのイエローカード。北部もいいんですよね。5点回っているキャンデロースーパープレイ。後半が長い。その場ばっかりだったな。周りうまい。周り結構上がってますね。さあ、追加点が欲しいが、これは厳しい。お、北部出しましたね。スローインです。さあ、チャンス。ほい、追加点。この前、必死に追いかけます。ファール、ファールです。ロングイスだと危なかったかな。いいですね、これ。さあ、縦にチャンスを伺います。ミオ、ちょっとタイヤ、位置取りも悪くなった。さあ、これちょっとやばいぞ。キャンデーロが出し抜かれている。うん、一気に 反撃です。すみませんね。幸子、ダメでした。1分が出しますね。残り10分を切っております。あっという間ですね。さあ、勝ちたい。幸子、抜けた。あと何やってるんだ？幸子自身が決めに行ってもよかったら逆にピンチを招いてしまっています。パンチング。またファール。誰？ノボリオですね。キャンデオじゃない。さあ、とか言ってるうちアディショナルタイム2分。もう終わりです。試合終了。やりました。キャピタル東京に勝利いたしましたね。ちょっと音がでかかったかな。ごめんなさい。聞こえなくなるんですよね。ボリュームが真ん中より上だとボリューム調整が難しいゲームです。さあ、これです。千載一遇のチャンスを生かしました。うまく上げたいな。ミオかな。ミオか。これは分かりまず2位に上がりました。岩瀬大阪は強いですね。ここ最近負けがない、ていうか負けがないんですね。今季引き分けは1回です。ここは全部勝ってるのに岩瀬大阪強いです。6勝2敗1引き分けなんで勝ち点もそうですけど差はついてますね。ちょっと詰めるのは難しいかな。大阪抜けてしまってます。次がいよいよ連続の最後の試合、一周休みありますね。疲れを見てみましょう。あ、疲れみんな取れましたね。
足を取る必要はないでしょう、ここから。ということで、次は、コンテペタゴ11位。まあ、メンタルはあるけど、まあ微妙かな。でも、ネルーストは強い。森尾もなかなか強いんで、順位にしては、油断できないチームです。昨年、2N2 から上がってきたチームなんですね。N1 から降格して、で即 N2 の1で上がってきてる選手、チームですので、まあ、しっかり勝っておきたいけど、決して油断はならないチームと言えるでしょう。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に、プレイリストございます。ぜひご覧ください。ブックマーク、こちらも、お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の一本でした。